そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、パッタンコさんからのご質問です。かわいい。はい。はじめまして、いつも楽しく視聴しています。早速ですが、短尺ドライバーについてです。短くすればミート率が上がり安定するそうですが、何インチまでならシャフトカットできますか？今は 45.25 インチです。ご回答よろしくお願いします。とのことです。最近質問が多い短尺ドライバー。短尺ドライバーっていうのはすごい。やっぱドライバー皆さん短い方がね、もうその短尺ってなんか一つのもうブームだよね。うん、聞いてた。そう、うん、あのクラブってまず面白くて、あの短尺が流行ったら次長尺が流行って、短尺がもう本当にあの毎回こう繰り返される。うん、うん、面白い。あのだから今軽型とか今度重柔らかになったりってもう本当ブームなんよ。で面白い、今はでもね短尺が確かに、で何がブームを作るかってやっぱプロなんですよね。だからその特に USPGA なんか今短尺がもう流行ってるというか、まあただ一緒にしたらいかんない、ヘッドスピードが全然違うけどね。ただもうやっぱりそっちの方がミート率が上がる。だからやっぱりでも一つ気にせないかんのはメディアっていいとこばっかりよね。短尺のいいとこミート率が上がるね、当然そうやね。ミート率がまあ短いから当たりやすい、でも逆に言ったらヘッドスピードが落ちる。だからデメリットとメリット両方知った上で選ぶっていうのがまず大事。うん、でまあね、今回の、パッタンコさんは、短くすればミート率が上がり安定する、まあ、確かに安定するでしょうけど、まず注意としては短くすると球が上がりにくくなったり、実際硬くなるってわけじゃないですけど振動数の数値は上がりますから硬く感じます、人間としては。だからそういう状況もまず加味した上で、さあ何インチ切れますかっていう話ですよね。あのね、何インチでも切れちゃうんですよね、これ。ここが難しくて、ただそこには何インチまで切れますかって現実的な話じゃないかんですよね。基本的にヘッド重量にもよるんですけども、半インチカットしたらバランスっていうのが2ポイントから3ポイント落ちます。で短くすればするほどだからヘッド側は軽く感じちゃうんですよね。でだからそうなるとヘッドの位置が分からなくなって逆にミート率が下がったりもするんで、実質僕なんかがカットするのはやっぱり1インチカットするって相当怖いんですよね。だから今 45.25 って言われてますけども、もう 44.25 とかにしたら多分もう6ポイントぐらいバランスが落ちるんで、それがだから今の現状が何、どれぐらいか分からないですけども、多分相当軽く感じると思うんですね。だからまあ実質現実問題、短尺その今の状況のクラブを、その短尺用のドライバーヘッドってやっぱ重いのがあるんですけど、もし今のこの質問とおそらく今持ってるクラブを切るってことですよね。ってなってくるとやっぱり半インチぐらいが限界、半インチで何ミリかで12ミリとかなんですよね。でそうしてそれでも十分バランス落ちちゃうんで、ヘッド側に鉛貼るとか、あとは、グリップを軽くしてヘッド側をちょっと効かすとかっていういろんなことをしないといけなかったりするんで、トレードオフっていつも言ってますけど、何かを取れば何かを失うんですよね。だから現実問題として短い方がいいっていうのよく言われますけど、僕やったら 45.25 やったらまあ頑張って 44.5 まで、それ 0.75 ですけどね。でもやっぱりヘッドに結構鉛張ったりいろんなで、当然弊害も出てきますから、そこはちゃんと知った上でしないと、多分一気に短くしたら妙に球が上がらなくなったり捕まらなくなったりする可能性もあるし、あそっか、切ったら切ってミート率が上がるっていうだけじゃなくて、うん、そのヘッドの重さの感じ方とかが変わってくるってこと。これはだから感覚的な部分だし、数字切ると当然振動数は硬くなるね。でそのだけどそれが実際硬くなるっていう表現は間違ってるよ。振動数ってしなり戻りの速さ、これあそうだ、これ師匠に前怒られてさ、何何、ね、電話かかってきて、お前振動数って硬さっていうのやめろって。お振動数っていうのはしなり戻りの速さやから、そうそう、これちょっと一回言わないかんと思うよ、ちょうどよかったこのタイミングで。だから硬くなるっていうと、これ実は語弊がある。振動数の数字が上がるってしなり戻りでも短くなるから当然しなり戻りが速くなるだけであって、実質硬くはなってないよ。でも人間はやっぱ硬く感じちゃう。なるほど、うん、だからそのヘッドが効かなくなるってことはやっぱ硬く感じちゃうから、うん、だからそこの部分とかも理解した上で、師匠訂正しましたよ、ちゃんと振動数はしなり戻りの速さです、皆さんご理解ください、硬さの硬さじゃないです。ただ、うん、もうねイコール点々みたいなもんやと思った方が、ね、ちょっとあんまりね、これでもこれあれやね、あんまり言うとまた電話かかってくる。いやでも正確にはそうなんやけど、確かにその
しなり戻りの速さっていう、まあ、イメージの問題として硬さっていう方がイメージしやすいだけであって、うん、実際は違います。そこだけ、うん、だからまあそのごめんなさい、話戻しますけど、パッタコさんはまあ今のヘッド、どういうヘッド使ってるか分かりませんけど、僕やったら 44.5 インチまでが限界だと思います。その辺までにした方がいいと思います。うまくいかないと思いますね。ただ切っただけじゃ済まないんだ。そう、みんなそう思うよね。切って思うよね。そうそう、本当そうなの。だからまあでも人間がなんか身長縮めようと思ったらね、頭か足切っちゃえって言うわけやけんね、うん、いや、ダメ、生きていけない ま, まあ、ね、でも伸ばすことができんからな、うん、伸ばしたよね、身長ね。伸ばしたい、ね、だからまあそれと一緒ですやめよっか。そこは分からんけど、うん、それ以外はなんとなく分かった。なるほどなるほど。まあ最後が分からんのはまだまだゆみちゃんがまだフィッターとしてまだ半人前ってことですね。はい、ありがとうございました分かりました。分かったよ分かったことにするね、パッタンコさんパッタンコさんも参考になりましたでしょうか。それではサンデータケちゃん、ゆみちゃん、また来週。はい。なんかパッタンコ、ピッタンコカンカンってあったよね、昔ね。あったね。あった、あれ何やったかな。お母さんと一緒。え、違うと思う。まあ、全然違う。違うと思うよ、うん、じゃあ、いいよチャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。